年にクラフトしてこの形か。雑だな仕事が。おら、あ、でっけえの来た、でっけえの来た明らかにでっけえの来た。うわっと、夜だからね、この野郎、こんな野郎、夜でごめんなさいね皆さん。画面の前の皆さん、どうも、ゆうきでございます。ドラゴンクエストビルダーズアレフガルドを復活せよ、本日も行きたいと思います。2章リムルダール編でございます。ですね、まず、前回は青い扉の先に行き、まあいろいろなこと、いろいろないいことというかね、いろいろな新しいものを見て、患者さんをね、2人連れてきました。で、2人だっけ、2人だよね確か。で、釣り竿を作って最後終わったところなんですけども、現在ですね、私花粉症気味でございまして、もうこの花を見るのも嫌だ今もう本当ね、きついですよ僕、重度の花粉症患者なんで、ぜひここで私も治療してほしい、治療してくれ、鼻がムズムズして目ん玉が痒いんだ、どうにかしてくれ。はい、ということで前回青い扉の先に、行きまして、いろいろな素材を取ってきて、こちらのね、これですね、これは仕立て、なんだっけ、仕立て小屋じゃなくて、いろいろ作れたんですよ。木の壁ね、ウッドウォールとか、あとなんだ、まあ、クッション椅子、クッション椅子も作れるようになりましたね。皮を取りましたからね。あれどこ行った、あ、スライム風船、これ実はレシピこれなんですけど、釣り竿で釣ってたらスライムゴムっていうのを釣ったんですよ、なぜか釣りで。だからね、後でこれスライム風船作りましょう。あと、これですね、仕立て台、仕立て台というのを作ることによって、さらに新たな道具が作るようになりました。まあね、なんか鉄の炉とかね、炉とはまた違うんでしょうねこれね。でそこで作った稽古着っていうのはこれですね、今これを着ております。三河市の服だよ、懐かしいねこれね、これも作りたいねいつかね。ただちょっと今現在鉄がないので、鉄の剣が作れないんですね。だから攻撃力重視の戦いメインの武器が今この石の斧、これがねどうやら攻撃力14あって、クラフトで物も壊せるし、まあ、戦闘にも今のところコンボよりは全然強いんで、攻撃力5ですからコンボだ、これをね今装備していっております。ちょっとスライム風船作ろうか、ね、スライム風船作ろう先に。紐だね、紐が足りなかった。じゃあ紐作ります。はい、楽しみですねスライム風船ね。スライム風船作っちゃおうかこれね。釣りでね取れたんですよ、まさかの、あ、こっちじゃない、こっちか、釣りでまさか取れちゃったっていうね。ありました、スライム風船、はいポン、はい、スライム風船1個、とりあえず1個でいいか。ちょっと設置してみましょう。じゃあここ行ってみる、ちょっとここね目立つとこだね。あ、いや、ここでいいや、この、ここの真ん中でいいや、ここにせます。ほい、かわいいかわいい、これこれ綺麗撮影しとこう。これいいっすね、これいっぱい置きたいな、めちゃくちゃ置きたい。これぬいぐるみみたいな感じだね前回のね。いいっすね、これでいきたいですね。はい、じゃあ今日はまず何をやるかというと、結構やることがたくさんあります。まずこのウッドウォールとかを使って、この辺を木の壁、木の床にしました。かなりね綺麗でしょ、病室もねかなり綺麗になりましたんで。じゃあとりあえず、まずここに、なんだ、ここにね水飲み場を作ってくれっていうことで、私作ってみました。水飲み場このような感じになっております。なんかね水飲み場っていうかね、足湯みたいな足湯みたいな感じなんですけど、仕上げのねブロックを置きたいと思います。これです、水が出るブロック、これを置きます。これで水飲み場が完成するはずなので、いきますね。はいポン、はい水出ました。あれ、あ、あと明かりかな、明かりかな、あと明かりだな、明かり、明かり、あか、あと、あ、そう、ちょっと、あと明かりです、明かりです。今日ね結構やることがあるんですよ、やることをね、私残してきましたから結構あるんですよ。とりあえず松明いいか、とりあえず松明で光源をつけて、ほい、できました、水飲み場できました、こちらでございます。水ブロックの量10ね、作ってくれっていう依頼があったんでね前回ね。はい、
水飲み場できたよ。はい、よーし、見事なもんだ。話しましょう。おー、ありがとう。立派な水飲み場じゃできたじゃないか。病気で死んだじいちゃんがよく言ってた。健康な体を作るには美味しい水が一番だって。ここの水はまるでボストロールの耳の裏側みたいなえげつない匂いだったけど、これでこの辺の腐った水を飲まなくてよくなるわけだね。水は道具を使って汲めば患者に飲ませられるし、きっと料理も使えるよ。水を汲むための道具はビルダーのあんたなら思いつくんじゃないか。ひらめちゃいますよ。ひらめきは、あれひらめかない。ひらめかなかったよ。ひらめかないんだ。また、あ、ひらめきました。来ました、木のバケツ。これね。これいいですよ。ちょ、出よう、一回出よう。今日はね、あと、1、2、3、4、4、5個。5個取れるかな?でもね、予定では5個ぐらいあります。あと、やりたいことが。はい、来ます。それじゃあ、まずね、進めないとね、鉄とか、強い素材が手に入らないんで、そこら辺がないとね、拠点をね、さらに発展させられないんです。私なりの。木のバケツ作りました。ゲット。これで、木のバケツで、水飲み場に行って、汲むのかな?水入っちゃって。水入っちゃって。これ何これ?水めっちゃ、めっちゃ取れる、めっちゃ取れる。めちゃくちゃ取れるよ、水。いいね。あ、ちなみにこれね、すごい遅いですけど、稽古着。はい。いつもありがとうございます、コメント。なかなかね、返せないことが多いんですけど、私。皆様にはね、温かい声援と、ロータスさんとかね、カメさん、ね、あとツイッターで旦那さんもね、見てくれてありがとうございます。あと、まあ、高評価をしてくれてる方はね、誰かわからないんで、私には。ただ、本当にありがとうございます。じゃあ、まず行きます。水をって言ってる子にあげます。使います。はい。OK です。次は、ですね、ちょっと待って、こいつさっきでずっと寄ってきてるんですけど、こいつ釣り竿を作ってくれって言って、いや、釣りはね、この外に出ると危ないから、また病気になるから、お前は釣りに行くなって言われて、釣りを諦めたんです、彼は。そしたら今度ね、イワシを取ってきてくれっていう依頼があったんで、ちょっと、イワシ渡しちゃいますね、先に。うっしゃほー!ルカ、イワシを釣ってきてくれたんだな。さあ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 、その魚、早いとこ、俺にくれよ。魚が食べたかったのね。あ、いよ。うっしゃほー うっしゃほー難しいね。この光沢、この艶、この輝き、こいつはすげえぜ。とんでもなくうまそうな魚だ。さてと今日は、一人魚もついだ。食って食って食いまくってるぜ。ヒャッハー。いやいや、独り占めすんな、お前。お前、人の拠点で独り占めするな。はい。じゃ次は、この子にはイワシのかば焼きあります。作ってあります。もうね、全部作ってあります。大体のものは作ってあります。頑張って、ね、集めてきましたから、私。イワシのかば焼き。ないぞ。持ってったんじゃねえか、さっきのあいつ。あったあったあった。あ、じゃこれイワシだ。あれ?かば焼き作ったはずなんだけどな。あれ?今あげちゃったのかな?いや、イワシだったから、かば焼きじゃなかったはずなんだけど。ね、ちょっと。入ってる?入ってないな。ちょっと作りますね。おかしいな。イワシの炭焼きか。うまそうだね。うまそうだね。病人じゃなくても食べたいよね。おかゆじゃねえの、普通。お前らおかゆじゃねえのかよ、普通に考えてよ。おかゆだろ。あいよ。助かるべ。満月丸。こいつは、なんだろう。うわーっつってるけど。ぐぐぐ、ダメだ。まだ動けねえ。それになんだか、体がかゆい。かゆいかゆいかゆい。あ、そう、かゆいのか。かゆいんだ、かゆいんだよ。かゆい。じんましん出ちゃってるのね。じんましんね。で、ですね。じゃあ、進みながら説明しようかな。ちょっともうパンパンになっちゃってるから、でも。はい。まあ、こんな感じで今、拠点は発展しております。水汲んでるね。水汲んだら水が入ってるのかな?まだ何も入ってないや。はい。ということなので、次に行きたいと思います。次は、元老和が、麻痺のもと、麻痺の病原体のもとを探してきてくれ。というのと、エルちゃんは、患者様を助けてほしいだったかな。うん。
はい、そうですね。これがこの2人、この患者を治さないとエルちゃんの多分イベントは進まないんでしょうね。この全員を治さないと。はい、ということでまずは麻痺の病原体を探しに行きたいと思います。おそらくそれだろうという場所がね、目星がついてるんで、そこまで、カットいたします。はい、カット。はい、病原体を探してたらね、とんでもないものを見つけてしまったんでね、ダダン、これ何、これ何、これ、これやばいよ、これ、これはね、来たよ、痛い、すごいよこれ、見て、何これ、ね、かすれてて読めない、昔建てられた家のようだと書いてあります。見てほら、これドラゴンのソファー置いてあるからね、これ見て、このテーブル、うわ、超持って帰りたい、持って帰りてー、うわ、すごいすごいすごい、お、これすごいよ、何このテーブルとか、あ、何これ、何これ、洗面台、すごい、何これ、ってやってたら、この上に、宝箱が2個ありまして、でどうやらドラゴンクエストビルダーズ、このドクロのマークがついた宝箱は呪われていて、今現状は開けることができません。で開けるにはどうしたらいいかというと、行って、てめえらなんだ撮影してんの、いや、ハンマーでいい、ハンマー、ボコボコぶったたいてる、この野郎、脳挫傷だ、脳挫傷、この野郎、来い、この野郎、そのツルツルの頭、へで、開けることができないんです。で、こっちの宝箱今開けちゃったんですけど、どうやらこの屋根を修理する人、屋根を修理する人が、まあこの家の主が病気で亡くなってしまって、屋根を完全に作る前に、まあ、まあ作業が中断してしまったと。職人としてはそれはかなり、まあ俺の中では、まあ、すごく、まあ残念なことで、またこれを見てくれたやつがいたら、もしよかったらこの屋根を完全に完成させてくれという手紙を残しておりました。でアイテムが全て、実はね、まあね、今ちょっと軽くリアクション取りましたけど、ちょっと前に来てこれ全部見てたんですよねたまにはリアクション取らせてくださいね。でアイテム全部実は手に入ってます、これなので、これを今から修復作業したいと思います。とんでもなくね、やりたかったんですけど、撮影で絶対撮ろうと思って私は我慢しましたから、今からこれを作りたいと思います。病原体の前よりも先にこれを作りたい。さあ行きます。ポンポン。屋根はね、一回やってますからね、私ぶっ壊してきてますからね、前回一章でね、もう心得てますよ。屋根も自分でつけましたからね、拠点の角に。そんでですね、なんだっけな、あともう一個説明したいことがあるから、あとでいっか、それはとりあえず後でちょっと説明したいことがあるんでね、まあ大したことじゃないんですけども、まあね、一から見てくれてる方もいるので、やっぱりね、そのアイテム急に持ってて何なんだろうみたいなのとかね、ある程度はね、ちょっとご了承いただいてますけども、まあなんか多分使っていくだろうアイテムみたいなのは説明していかないとよくわかんないですもんね。やってる人間だけは楽しくなっちゃう、まあ基本やってる人間が楽しいだけなんですけどたまにはこうクラフト的なね、要素も入れなければいけない。かといってあまり激しくクラフト的な要素を入れてると動画がぐだってしまう。まだかな、あともう傾斜が3つ、これですね、完成です、これで。いや夜だわ、ちょっと待って、うわバカ野郎、ちょっと待って、ちょっと一回下行きましょうか、危ない、ちょっと一回寝ましょう、寝ましょう、ここ寝よう寝よう寝よう、ここ寝よう、せっかくだからね、明るい昼間に完成させたい、そういうことです。痛い、もう今ならね作れますよ、木の作業台を置いてあるんで、ちょっと待って、ちょっと待って、お前ら待て待て、お前らここにあるんですよ、暗っ、すごい暗い。焚き火も持ってる、藁の扉1個作っとこうか、よいしょ、たまにはねクラフト要素も入れないとね。違う違う違う、土と木と、焚き火、水いらない、あれ、あとあれ、なんだっけ、わらベッド、わらベッド、あと
ケー。よし。よし。パコッと家作っちゃいましょう、ここにね。パコッとね、速攻で。邪魔だよ。おい。邪魔だぞ。どけい。どけ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 。サクッとね、家を作って。お邪魔。これ邪魔。これです。さっき、後で説明したかと。砂利。砂利っていうのを取るんですよね。そうすると、今回ね、投げ、飛び道具を武器として作れるんですよね。この2章では。はい、部屋完成。おいおいおい、おい、よし。出ます。はい。で、今、岩をね、砕くと砂利っていうのが出てくるんですけど、岩も2種類あって、小さな岩が2種類あって、このね、黒い岩は砂利出てこないんですよ、これ。ほら、何も出てこない、アイテムが。これのね、真っ白いバージョンがあるんですね。ないかな、たまたまないかな。たまたまないかな。たまたまないですね。あれのね、真っ白いやつは、あ、たたたた、これ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 。これこれ、ほら、色違いね。で、こっちが何も出ないやつ。で、こっちが、ほら、砂利が出てくるんですね。で、砂利は、これなんですけど、なんとですね、これ、ほら、投げれる。せえ！投げナイフだよ、投げナイフ。せえ！多分、Lちゃんとかみんなこれ投げてたんだね。私、Lちゃんはジャガイモ投げてたと思ったんだね。ジャガイモ投げてんだな、この子と思ってたら違ったんですね、多分ね。行きましょう。あれ、これこっちか。乗れない。しまった。回り込まなくては。あ、今の音。いた。うるえ。てめえ。逃がすか、ほら。絶対逃がせねえぞ。親の仇。ドラよっしゃすげえ、メタルゼリーゲットです。いた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 。メタルゼリーゲットしました。来ないでも。これでね、なんとね、ね、私が大好きな、ね、エッチなライトを作れますよ。そう思うでしょう。アンナさん、そう思うでしょ。あ、いてててバカたれ。そんなこと言ってるからな、これ。バカたれ。エッチなライトが好きなロータスさん、カメさん、ついに作れますよ。今回はね、どこに設置するか楽しみですね。勝手に名前出しちゃダメだ。そういうネタで。はい、完成です。屋根を完成させました。シュワーン。さあ、これ中身なんだろう。え、何、あ、イモムシか。宝箱に古い、紙、まあ紙切れですね、入ってた。これを読んでいるやつはきっと俺の最後の仕事を完成させてくれたやつだろう。誰かは知らぬが感謝する。お礼に俺の職人魂を受け取ってくれ。ひらめた。屋根ひらめきました。屋根、あー、屋根作れるようになったんだね。もう2章の拠点は屋根付きが決定ですね、これで。出っ張り角、すげえすげえすげえ。1章作れなかったからね。やったやった。じゃあこれ後でぶっ壊して持ってっちゃっていいんだよね、これ多分ね。これもう、これ持ち主いないらしいんで。こわ、何あれ、今気づいた。え、ちょっと行ってみる。何あれ、何あれ、やばい。皆さんワクワクですね、ワクワクですね。あ、ちょっと待って、これちょっと待って。あ、これもうダメだ。木曜側から回るしかない。病原体を早く探せっていうね。病気の人待ってんだけどね。病気の人待ってんだけどね。もう私もでも病気ですからね、今ね。花粉症ですから。すごいよ、もう本当に。もうね、なんかね、まあ、とりあえずね、風邪みたいな体調になっちゃうんですよ。ぼーっとして、体がだるくて、まあ、頭が痛いっていうね。で、かつ、まあ、なんでしょうね。あ、ピラミッドなのかな、これ。これ、ニューピラミッドだね。本当はこれ多分イベントで、あれ？なんかいるね。ちょっと行ってみる？人間っつってるよ。赤いヘルコンドルメ、赤いリカントメ、あっはっはっは、ふっはっはって、なんか人がいるね、中にね。
そうなんですよ、すんごいだるくなるんで、まあまあまあ花粉症の人はね分かるとは思うんですけどね、辛いよね、ほんと辛いよね、よく頑張ってみますよ花粉症。うわあった、花粉症なのにみんな、これ何、これどっから入んのこれ、あ入り方がないよ、窓からか、窓から、え、これ窓から入っ、あ、ここだここだ、うわ皮膚き、皮膚きぞ、あべ、やべえ皮膚きぞあるじゃん、あれ持って帰れ、だって、あ、なになにこれ、あ、逆になる逆になる、上押すと下向いて、下押すと左右、左右逆になるんだ、混乱は初めて食らった、なにこれなにこれ、失礼します、え、すごいすごい、何これ、大丈夫、こんにちは、うでけえ、うわあ、そなたは人間、人間の子だな、あのように屈強なリカントたちの間をそのような無表情で堂々と抜けてくるとは、そなたなかなかの大物と見た、いやいや、だってして我が道場に何のようなのだ、道場なんだね、リカントのね、ん、用なんかはない、ただ建物があったから入ってみただけだとルカちゃん正直だね、ほんとその通りだからね、今私ね、うっふ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 かはっはっはっ、ちょっともうこのね笑いをどんどん高くしていくパターンやめてよ、そなたは正直者だな、気に入った気に入ったぞ、わしはリカント族の中でも最強の名を欲しいままにするキラーリカントだ、名出しなんだね、結局ね、種類なんだね、この地のリカント、青色のリカントは赤色のリカントマムルと仲が悪くてな、縄張り争いに勝利しようとしておる、しておるリカントに稽古をつけてやっているというわけだ、なるほど、してその後はなぜこのようなところにうろちょろしておるのだ、赤と青が仲悪いんだね、ぬぬ、病気の人間たちを救うために病人や薬の素材を集めておるのだ、ということはその他が薬作る、そなたは薬が作れるのだな、うお、これは素晴らしい、ちょっとロロンドとかぶって切れないかぜ、薬作りのついでにどうかわしの頼みを聞いてくれ、わしは混乱に効く薬が欲しくてな、その製法をすでに考え出してあるのだが、とある理由があってわしには作ることができるのだ、製法を教える、あとはなんとかそなたの力で作り出してほしい、もちろん相応の礼はするぞ、頼む、これはわしのメンツの問題なのだ、なるほど、混乱の薬ね、天使の着付け薬、強い苦味のある白い粉、混乱を治す、あーなるほどね、天使の着付け薬を早くくれするわ、じゃあ天使の着付け薬を作って持ってくるんだね、ここにね、あ、なにこれ、さあ行きましょう、行きましょう、大丈夫、1個ぐらいと大丈夫だ、道場だから、キャビネットいらないからね、こいつだと仲悪いんだ、もう一人戦ってみる、おい、俺はな、キラーリカントの友達だ、チェこの斧、せい、あー外した、ドイ、あー混乱した、逆逆逆逆逆、左押すと左、右に行く、あべべ、逆逆逆、こっちかこっちか、チェイ、あー難しい、あれ、あ、戻った戻った、あ、やめてやべやべやべ、ちょ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 、絡まれてる絡まれてる、すげえ戦いづらい、あべ、あ、ちょ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 、あれ、直った直った直った、どうもね、はっ、強いな、 100% その能力付きの爪を放ってくるのね、おらーおらーこらーこらーこらー、犬、さあ、じゃあとりあえずね、麻痺の薬を作りに行く、病原体を探しに行きます、それでは、皮膚キーシーな、あれ持って帰りてえな、あれいつか持って帰ろう、じゃあそこまでカットい、え、あー、なんか来たよ、またじゃあそこまでカットいたします、はい、カット、はい、病原体にね近づいてきましたので撮影を再開いたしました、さてと、すごいね、麻痺の花がめっちゃ生えてる、これ踏むとね麻痺るからね、これ欲しいな、これね、丈夫な布っていうのをな、うわー
丈夫な布っていうのになるんでね、これ欲しいんですよ。さて、嫌がらせとしか思えないな、本当に。この、あー、いた！大丈夫。ちょっとルカちゃん、ここは慎重に行こう。ビューン。あ、なんだろうな、建物。なんかあるね、ここに建物が一個。もあるし、右側のこのなんか、でっけえラフレシアみたいな、何これ。何これ。何これ。ラフレシアだった、本当に。ラフレシアっていうもんね。海外のね、南国とかに咲いてる。ラフレシア取ったわ。これちょっと回収しながら行きますからね。これすごいな、ほんと足場。なんかあるな、あそこ。これなんだろう。よっ。おおお、あれあれ、なんだあれ、入れないよ。壊しちゃっていいのかな。壊してみる。あ、リリパッドいた。ちちちち、カメラカメラカメラが、カメラがこれこ、もうこれでいいか、とりあえずいいか。すいません、ぐるぐる回して。多分なんかいる。椅子とかある多分。ちょっとすいません、これカメラ、これこれどうしよう。カメラ困ったな。まあいいや、とりあえず話すか。いやいやいや、やられちまったよ。注意してたはずなのにキャタピラーの巣に近づいちゃって、そのままチクリと刺されて、あとはもうビビビビって感じだよ。あいたたた、カカカカ、回復するまで家に引きこもった方がいいよね。あいたた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 なんだって人間かよ、びっくりさせんなよ。どこにいんのこれ。カメラがね、これ以上カメラ変わんない。あ、変わった変わった。オッケーオッケー。せっかくバリケードを作ったのに壊しちまいやがって。キャタピラーが入ってきたらどうしてくれんだよ。いや、これ入らないだろ。あ、巣なんだね。これ一泊させてもらう、寝れそうじゃないこれ。じゃあこれで塞いどくよ。ほら、あ、寝れないんだ。ダメだ、やっぱダメだ。ここ寝れない。部屋になってるんだけど、形は。あ、ちょっと。とりあえずあれだね。麻痺の。前も言いましたもんね。なんか痺れてる。リリパッド君がね。多分麻痺の病原体で、麻痺の薬を作って持ってきてあげるんだろうね、みんなね。いただきます。もうちょい先？あー、もうまさにってとこありますね。行きましょう。なんかあった。ここにもあるよ、なんか。リリパッドの住処みたいなのがいっぱいあるね。すいません、喉がね、もう今日はね、イガイガじゃないですよ。喉プープー病でも、喉イガイガでもないです。花粉症です、完全に。ハロー。グー、キャタピラって、こいつら、こいつらキャタピラーにどんだけやられてんの。あいつらのせいで体が思うように動かないんだ。薬さえあれば、麻痺の薬さえあれば。まあ、まあ、分かってる。今もう考察してたから。ちょっと待ってくれよ。次回な、次回。次回の動画で、こいつらを直しに行くところからね。やりたいね。次回まで待って。ちょっと、とこ、とっとこ。ラフレシアとっとこ。これ何に使うんだ、ラフレシアは。さあ、行きます。お。なんだ、なんだ。巣を破壊するんだ。なんだって、お前、邪魔をするな、そこをどけ。この先にあるキャタピラの巣は、私が破壊するのだ。体さえ動けばキャタピラなのに化けるものか。なるほど、会いたいね。くっ、なんとかキャタピラの巣を壊してみんなを助けないと。このままじゃリリパッドは全滅だ。でも結構2個前ぐらいの動画でね、ね、あのぶったたきまくって殺しまくりましたけど、私が。さあ行きましょう。どうか、来た。これがリリパッドの巣ね。あ、リリパッドの巣じゃねえや、キャタピラの巣ね。わ、めっちゃいる、めっちゃいる。どい、せい、バカタレが間違えた。おおお、いいよいいよ。バカ野郎、こっちだな。石つぶてがあんだ、石つぶて。でいしし、近づくな、このクソイモムシども。ドタマぐちゃぐちゃにしてやるよ、この石で。ドラー、甘いぜ。なんだこれ。あ、これ壊さなきゃいけないのか、これを。あ、そういうことね。今気づいたわ、今気づいたわ、今気づいたわ。説明が、痛い痛い、説明がないからさ。
しゃ。ああ、しびれた。くっそ、まひる、まひる。ちょ、めちゃ、ちょ、夜になっちゃった、夜になっちゃった。見づらい、見づらい、見づらい。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、これ撮影にね、支障が出るから。まあ、いっか。まあ、いっか、大した敵じゃないし。大した敵じゃないし。来んだ、お前ら、待て待て待て、多い、多い、すげえ多い。あぶねえ。あーっとー、まひる。あぶねえ。せいふぅふぅふぅ、オッケー、ざまみろ、こら。おらおら、どうだ、自分たちの家を壊される気分はよ。やられたんだよ、俺だって一緒で。どうだどうだ、モンスターども、魔物ども、自分たちの巣を壊される気分はどうだ。うん、これお前たちが一応クラフトしたんだろ、これ。入念にクラフトしてこの形か。雑だな、仕事が。おら、あ、でっけえの来た、でっけえの来た。明らかにでっかいの来た。うわっと、夜だからね、この野郎、この野郎、夜でごめんなさいね、皆さん。よっしゃ、ふんふんふん。どうだ、え、これが、これが本当の石つぶて。ほら、遠距離だよ。リリパッドはな、遠距離で攻撃していくんだ。そのリリパッドたちの恨みをこの一粒で一粒一粒に込めて叩く。このクソ、ドタマぐちゃぐちゃにしてやるわ。なんか来た、バカ野郎、お前水を差すんじゃねえ、どっか行け、このクソお化け。よっしゃ、病原体の元ゲットです。さあ行きましょう。よし、これでね、少しはリリパッドたちも報われるでしょう。うせうせうせ。よし、なぜ人間、なぜリリパッドを助ける。とにかく礼を言うよ。ありがとうな人間。己人間、邪魔をするなと言ったはずだぞ。私たちを出し抜いたつもりなんだろう。人間のくせにお調子に乗りよって。私は人間などという気色の悪い生物は大嫌いなんだ。リリパッドの全てが人間に好意を持っているけなどとは思わんことだ。さあ、あっちへ行け。もう私に構わないでくれ。ああ、やっぱ嫌いなやつもいるんだね。とりあえず拠点に戻ります。これでね、ちょっと進んだんでね。さあ、それでは。前回、キメラの翼ね、間違えたからね。はい、じゃあそれでは一回ちょっとカットします。はい、カット。はい、それでは拠点に戻ってまいりましたので、病原体の元を、このね、おじいちゃんに渡したいと思います。はい、いきます。これね、なんかね、左スティックのこの視点をな、縦押しすると遠い時は遠くなって、あの、こう室内とかね、ポッてこうアップできるっていうのを知ったんでね、楽ですね、非常に。はい、オールか、麻痺の薬の、麻痺の病の病原菌を、違う、感染源を見つけてくれたのじゃな。たまにおかしいことあるんでね、あの、アドリブ入っちゃうときもあるんでしょう、気をつけてくださいね。むむ、なんと、麻痺の病の病原キャンピラーだったの。噛みすぎだわ。感染源がケタピラーの巣であったと。ふむ、病の元があのケタピラーであるということは。うむうむ。うむ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 うぬ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 、ここの構造がああなって、こうなって、そうなって、男のおしべと女のめしべが、ダメだわ。ダメだわ、完全にダメだわ、完全にダメだから。あのね、ほんとね、あの、一つだけ皆さん言っときますよ。読んでていいですよ、これ。あのね、一人でこれやってますからね、部屋で。一人でこれやってるからね、本当に。うむ、病の構造がよくわかったぞ。これで麻痺の薬ができる製法を教えよう。む、なんじゃと、さっきのおかしな動きは何だじゃぞ。ああ、あれは、ふふ、雰囲気出しや。ルカよ、余計なツッコミを入れるではない。男のおしべにはいろいろと理由があるんだ。ダメだわ。おしべの話するな、もうその年で。
はい、満月丸ゲットです。しびれを癒す真っ黒い眼薬、麻痺を治す。あ、満月丸が、あったね。満月のリング、満月のような石があしらわれた指輪、麻痺を無効にする。この辺の指輪系を早く作りたいね。毒と破毒のリングもまだダメなんですよ。金がない。あー、液体銀、すごいね。全然取れないよこれ。とりあえず満月丸作ってみましょう。あれま、銀遊魚釣りだねこれね。完全に銀遊魚どこで釣るんだろう。毒の海で釣るのかな。やってみる。いや、まさか毒の海で釣れるわけないもんね。あ、釣りをするための場所がないって言われてますね。ここは、あ、ここ釣れるらしいよ。ここ釣れんだ。銀遊魚なんてどうやって釣んの。はい、ちょい。ふというやつ釣れました。え、魚いるこれ。まさかいないよね。まさかいないですよね、皆さんね。魚がこんなところに。ほい。あ、やっぱ太い枝しか釣れないのかな。ここは、あ、ここは釣れないらしい。水飲み場は、あ、ここはダメらしいね、やっぱね。銀遊魚。あ、ここは釣れるからね。銀遊魚ですか。どこで釣るんだろう。ここで釣ったらね、やっぱ太い枝しか釣れない。やっぱ海じゃないからね、ここね。ここ釣れるルカちゃん、ここ。ここ釣れちゃう？ここ釣れちゃうかな。よいしょ。太い枝ばっかだ。やっぱダメだね。じゃあ海行ってみるか、やっぱな。で、ちょっとじゃあ銀遊魚を探しにカットいたしますね。まずはちょっと探しに行かなきゃいけないんで、じゃあ銀遊魚を探しに行ってきます。すいません、カットばっかりで。じゃあ行きます。はい、カット。はい、なんだかんだありまして銀遊魚をねゲットしてきましたよ。銀遊魚はね、麻痺の森の近くの海で釣ったら普通に釣れちゃったんで、まあそうじゃないかなと思ったんですよね。大概まあね、こういうゲームは関連してるものは近くにあるっていうのはね、定番ですか。こちらですね、銀遊魚、これです。はい、鮭みたいなやつだね。さあ、それでは満月丸を作りたいと思います。まあ、ひばり、銀遊魚、白い花びら、いきます。ゲット、満月丸ゲット。満月丸欲しがっていた、まず患者がいるんで、その人に渡したいと思います。はい、使います。およー、この人は違うんだよね。満月丸落ちてますね。はいよ。はい。あと2人は、こっちは、頭が痛い、頭が割れそう。もう一度楽にしてください。もう完全に諦めモード入ってますね。普通に読んじゃったけど。さて、じゃあとりあえず、寝ましょう。新しい仲間たちのために寝ます。これでね、2名、まず復活するはずなんで、2名復活させていきましょう。いやー、まさか銀遊魚あんな簡単に釣れると思わなかった。割とイワシ感覚で釣れていきますね。はい、治りました。かゆいかゆいって言ってますね。かゆくなっちゃう子がいいんだね。1人復活です。復活しました、1人。もうバッチリだべ。さあ、じゃあこの子に話しかけていきましょう、せっかくなんでね。はい、うはー、病気が治ったみてえだべ。ルカさん、治療してくれてあんがとな。おいら、病気に立ち向かう人間ってのは初めて見たな。あんたら、ほんとすっげえべ。あとはまだ起き上がれねえ友達のイルマを治してやりてえが、ひょっとすると、まだ治らねえ連中は、おいらたちとは違う病気なのかもしんねえべ。だってよ、ずっと体を可愛がって、血が出るまで全身をかきむしってやがんだぞ。おっかねえ病気だべ。なんとかして治してやれっといいんだけんど。ひとまず、あんがとなるかさん、これはお礼だ、受け取ってくんろ。命の木の実ゲットです。はい。田舎の子だね、ちょっとね、田舎の子。さあ、エルちゃんに話しかけます。はい。おお、なんということでしょう。患者様の治療が完了したのですね。
長きにわたる治療本当にお疲れ様でした。ルカ様には感謝してもしきれません。しかし必要な治療は終わったはずなのに完治しない患者様が多くいらっしゃいます。あとは十分な睡眠で回復するのでしょうか、それとも何か別の原因が。一部の患者様が上言で言っていたウルス様というのは確か元老王様の弟子だったはず。ひょっとすると何か関係があるのでしょうか。お申し訳ありません、私としたことが。こんな時に取るに取らないお話を。ルカ様、治療は一旦終わりです。本当にどうもありがとうございました。ああ、ここまでしか直せないんだ。お私としたことがすっかり忘れておりました。実は一つ作ってみていただきたい部屋の設計図を書いてみたのです。衣服の乱れは心の乱れ、心の乱れは恐ろしい病を呼びます。ルカ様、もし可能であればこの設計図通りの部屋を作ってみてください。素敵な衣装部屋を手に入れました。また設計図来ちゃった。じゃあこいつもなんかイベントっぽい話しかけとく。はあ、なんだよルカかよ、気安く話しかけんのよな。まったく。いや実はな、魚を釣ってきてもらったのは良かったんだけどよ、俺じゃうまいこと魚を調理できないってことに気がついたんだ。たく、最近すっかり忘れてたぜ。俺たちがものづくりの力を失っていたことをな。初めからできないお前たちは。特にお前ノリン、お前に関してはお前何もやってないからな。ずっとルカ、俺が設計図を書くからさ、魚を料理できる調理部屋を作ってくれよなあ。頼む。こうしてる間にももらった魚の目がどんどん濁っていってんだ。腐ってるね、完全にね。腐って、もうそれね、あの調理するしないのは話じゃないから、もう賞味期限切れてるから。調理部屋を作ってくれの、わあ設計図2枚来ちゃったよ。そういうことですか。ちょっと設計図確認してみる。次設計図系来ちゃった。これ大変だね。設計図来ちゃったよ。これノリンの設計図、素敵な衣装部屋の設計図です。ノリンの設計図これです。結構でかいなこれ。また調理部屋な。ちょっと待って、何が必要なのこれ。一回貼ってみる。貼ってみますね。はい。うわー、うわー、これはすごいね。まあ要するに調理部屋だよねこれね。だからこの調理部屋を、これをぶっ壊してこれにしちゃえばいいって感じだよね多分ね。はい、外します。次は、素敵な衣装部屋。あ、これちっちゃめだね。これはちっちゃめですね、なかなか。あ、仕立て台がここに来るわけか。なるほどね。仕立て台はあれですね、道具を作る場所というよりはやっぱりあのお洋服を作る場所みたいな感じなんですね。了解です。じゃあちょっとこれを今から作る一歩手前までで撮影を中断したいと思います。それでは行きます。あ、どこに作ろう。仕立て部屋困ったなこれ。はい、じゃあとりあえずカットいたします。カット。はい、それでは続きいきたいと思います。ですね、指定された設計図の2つの部屋はもうすぐ完成でございます。その前にね、もうウッドで周りを固めたんで、なんかね、大木槌がね、攻めてくるんで、壁を破壊されちゃってたんですよ、土だったんで。なので、これだとね、大丈夫みたいなんで、まあね、木のぬくもりを感じながら、患者の心と体を癒していく、そういう場所にしていきたいですね。一応テーマがあって、今回も。まあそれはこれからできてからのお楽しみなのでね、まあ楽しみにしててください。それでは、まずは、この調理室、魚がねうまく焼けないから調理室を焼いてくれっていう調理室、こちらになっております。私がねオリジナルで作ったキッチンをぶち壊しまして、とりあえずこれを作って、まあ、これを拡大してってまたキッチンにするっていう形にしようかなと思ってこうしました。それでは、いきたいと思います。はい、椅子を2個、これで終わりです。レシピはこちらです。はい、もうだいぶできたんでね。はい、置きます。はい、完成です。はい、完成です。ノリンの設計図完成でございます。はい、おめでとうございます。焚き火の台所が院内食堂になりました。院内食堂です。うおー、すげー。まあちょっとお話を聞く前に、先にじゃあ、こちらのもう一つ仕立て部屋ね、これがあると部屋がね、まあ、ボロボロの服だとあれなんでということで作ってくださいということだったん でこちらはこの工房とつなげてしまいました。一気にね、座っちゃって、こうすることによって、仕立て部屋と仕立て部屋のクラフトと工房のクラフトも同時にできる
ね、一番楽な形を取りました。でね、ここに入り口あったんですけど、ちょっと潰しちゃったので、まあ、これも一応考えたことがあるんで、それはまたいずれ動画の方で。それではじゃあ置きます。はい、ボン！完成でございます。設計図ビルダートロフィーもらいました。ありがとうございます。素敵な衣装部屋できました。仕立て更衣室初めて作りました。クッション椅子、明かり、仕立て台。はい、ありがとうございます。これみんな着替えるのかな？ついに。さあみんな喜んでます。狭い。じいさん顔でかいな。4倍ぐらいあるんじゃないか。着替えはしないんだね。着替えはしない。あ、着替えた。みんな着替えてく。うい。あれ？じいさん？うい。お、エルちゃんも着替える？おー、綺麗になったエルちゃんの服も。じいさん着替えた？怪しいぞ。今着替えたか？何にも変わってない気がするんだけど。なんか変わった、どっか。とこはね、おじさんはね、着替えたっつって着替えてない癖がありますからね。衣装でも言いましたけどね。お兄ちゃんパンツ着替えた？お風呂入った後。ああ、大概着替えてないですか、これ。気をつけてくださいね。で、彼氏がいる女性ももしかしたらこれを見てくれてる方もいらっしゃるかもしれないんでね。ね、例えばね、ねえねえ、ゆうき、お風呂入った後さ、パンツ置いといたんだけど、着替えた感じしなかったけど、着替えた？うん、着替えてないですよ、これ。すいません、こんな経験ないんですけど、このね、もう軽返事ね、ぬか返事、これはもう大概着替えてないですから、皆さん気をつけてくださいね。で、工房はまだちょっと土のままにしてます。ここも土のままにしてます。土のままにしてるところは、ちょっとね、考えがあってやってますので。はい、できました。やりました。みんな着替えました。おしゃれになったね。みんなね、よかったね。よかった。じゃあ、ここで着替えなきゃいけないってことね。了解。私はどこでも着替えていいんだけどね。はい、それでは、じゃあ、魚屋、お前、なかなか、ちょっと狭いな、これ。狭いな、お前の設計図、これ。ああ、しまった。ちょっと、ごめん。文句言ってんだよ、これね。元老にね。パフパフ屋っていうのはよくわからないけど、じいさんの夢だ。いつか叶えてやりたいね。パフパフ屋があるらしいですね。じゃあ、ちょっと話を聞いてみましょう。やっほーい！ついに、調理場を作ってくれたんだな。俺だって実際考えたんだぜ。もういっそ生で魚を食っちまおうかって。うまいけどね、多分ね、刺身だからね。けど俺にその勇気はなかったのさ。へへ、笑ってくれよ、情けねえやつだって。だが待った甲斐があったぜ。これでやっと魚料理にありつけるってわけだ。そうそう、魚ってのは栄養満点でな、病気の患者にも役立つ食い物のはずだ。魚料理を作って病室の患者たちにも食わせてやってくれよな。食わせてるよ。うわ、何を今さら患者を気遣うようなことを言うことを。だってカミカミだぜ。ルカ、お前ってたまにツッコミが結構きついよな。すごい、完全にアドリブ入って今。ありがとうございます。結構赤似合うじゃん。赤いい感じじゃん。なんか素敵なイケメンになっちゃう少しね。みんなね、ここね、濡れるから入んない方がいいよ。風邪ひくからね。またなんだ、拍手されてる。よし、じゃあそういうことで一応ここがねできましたので、次のイベントは何でしたっけ。あ、元老は先生ですね。聞かねえだろ。どうした、おいやってみろよ。今までと違うんだよ。撮影外でな、何回も壊しやがって。来てみろよ。俺、はい、聞かない。はい、残念でした。これが自然の力だ。木をなめるな。さて、それでは、元老和先生のお話を聞いていきたいと思います。さあ、6分ですね。まあもうちょっとで終わりかな。はい、あ、違う、作らないですから。違う、待て、じじい待て、ちょっと待ってくれ。治療を終えたにもかかわらず、未だに病気が治れる患者がおるか。何か他の原因があるのかもしれん。病の謎を詳しく調べてみればなるまいの。ぬかよ、病の調査には時間かかる。
その間に少し町を少し発展させは、させてはくれぬか。最近は町が襲われることも多い。魔物に対抗すべく町を強化しておくのも重要じゃ。ルカ、自由に町を発展させてビルダーとしてもう一回り成長するのじゃ。おお、ルカ、町を発展これレベル上げるやつね。相変わらずのあの拠点のレベル上がっちゃってるんですよね。だからすごい作りまくっちゃってるんで。おお、ルカ、町を発展させビルダーとして成長しておうじゃな。しかしこれ多分章を追うごとに全部こうなんだろうね、このイベントはね。多分ね、すまぬ、患者たちの病の謎は未だに解けておらん。まあそうだね、さっき話したばっかだから。2秒ぐらいしか経ってないもん。考えとくっすが、患者の一部が上ごとで我が弟子ウルスの名を呼んでいたじゃと。そのようなことはわしら知らぬ。わしは何も聞いておらぬぞ。とにかくルカよ、患者たちはこのまま様子を見るしかあるまい。引き続き魔物に注意しながら病の研究を進めていこうぞ。うん、なんかじいさん隠してるね、これね。じいさん隠してるね。なウルスとなんかあったんだろうね、一悶着あったんだろうね。じゃあ使います、命の木の実。ヒットポイント70です。あのちょこちょこもらったやつはね、撮影外でもポンポン使っちゃってるんで、今現在70でございます。設計図はね、これも入れときましょう。はい、 OK です。さてそれでは、バトルマーク来てますね。じゃあバトルやって今日は終わりにしましょうか。竜王軍バトルね、行きましょう。おお、ルカ様、大変です。またはこの町に魔物軍勢が迫っています。患者様の治療もまだ終わらず、これからという時に、ルカ様、魔物たちと戦う準備は良いですか？はい、良いです。魔物たちを操っているのはこの地を支配するヘルコンドルに違いありません。魔物たちにとって病と戦う私たちは目障りな存在なのでしょう。やはりいつかこの地に死の雨を降らせる会長ヘルコンドルを倒さなければなりませんね。しかしルカ様、今は目の前の危機を取り除くことが先決です。ルカ様、私も戦います。共に、魔物たちを撃退しましょう。勇敢だね。女は強いからね、なんだかんだね。皆さん、女が一番強いですよ、男じゃないですよ。さあ竜王軍バトル、女がなんだかんだ最強だ。さあ女がいるからこの世はなっている。何でもそうだ、商売でも何でも女の方が金を使う。あいてって、危ない危ない、なんだなんだ。男の方がうじうじする。いてててて、男の方が何かあると痛い痛い、うるさい。病気でもそうだ、苦しい苦しい、すぐ言う。男の方が落ち込むと長い、非常に長い。女は一晩寝れば治る、そういう強い生き物だ。さあ来い、ほら、女なめんな。なんだかんだ女の方が強いんだぞ。いった、いや、めっちゃしめてる、めっちゃしめてる。来た、混乱来た。あぶれ、混乱ウルフ来た。あぶない、逆向きだから。腐った死体、でかマッチョ腐った死体来た。よっしゃ、こいつ倒せ、こいつ、このマッチョ腐ったでけえ、こいつトラップがないからね。こんな野郎、ふん、この腐った男、この腐った男死ね、この野郎。お前なんか男なんか腐ってんだ。よっしゃー、初めての石の墓ゲット。すべてのモンスターを倒した、バトルコンプリート、ありがとうございます。旅の扉赤を手に入れました、おめでとうございます。うぃー、ヤッホー、やりました。ありがとうありがとう、みんなありがとう、ありがとうありがとう、よくやったよくやったぞ、よくやった。さあね、いかがでしたでしょうか。男と女の強さの違い、これです。さあ行きますよ。さあ旅の扉をまず設置しましょう。もうね、例のごとく立て方決まってますから、横にくっつけていくスタイルね。階段、木の壁かな、壁にしてるな確か、木の壁、 OK、 よし、おいほいほいほいと、で階段をつけて、はい行きます、はいボン、 OK、 赤の扉、新しい場所へつながるようになりました。さあそれではそろそろ縁も竹縄なんでね、
ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。じゃあ最後に、ちょっと赤い扉の先を例のごとく覗いて、そこで終わりにしたいと思います。とりあえず寝ましょう。おやすみ。イベントまたすごいね。やっぱ赤い扉できたからね。暗い闇の中に光が見える。どうやら夢を見ているらしい。ここは武器と防具の店だ。どんなようだね。ふむ、何か買うのだな。どれにするかね。棍棒は60ゴールド、銅の剣は180ゴールド、鉄の斧は560ゴールド、革の服は70ゴールド、鎖片びらは300ゴールド、鉄の盾は800ゴールドだよ。鉄の斧だね。そいつなら560ゴールドでどうかね。おう、買ってくれるのだな。早速装備するかい。え、自分で装備するって。いいんだよ、あんたには世界を救う使命があるんだからさ。苦労して作った武器は拾ったお金で買う。そんなのはあんただけの特権だ。でもいいんだ、いいんだよ、あんたには世界を救う使命があるんだからな。さあ他にも何か用はあるかね。また来てくれよ。遠い記憶のようだ。しかし自分自身の記憶なのか他の誰かの記憶なのかよくわからない。買い物してる夢買い物してる夢だね。さあそれでは行きたいと思います。よし、行きますよ。赤い扉の先はね、ちょっと冒険しちゃうかもしれないんでね、あのイベントは進めないですよ。素材集めはしちゃうかもしれないんで。さあ行きます。赤い扉です。あ、マーカーですね。これ欲しかったんだよね。はい、来ました、マーカー。お、なんか水に湿った、なんでしょうこれは。あ、軍隊がいるわ。お、初めての密林の刃を入手しました。なんですかねこれは。すごい、なんかジメジメした湿った大地って感じですね。もうほぼ水没してる、水没林みたいな感じの。あ、お腹減った。あ、患者いるぞ。いきなり患者いるよ。まずいよこれ、尺的に。もう14分だからね。14分だから58分。あ、もうそろそろダメだこれ。じゃあ次回は、このエリアからスタートしたいと思います。それではドラゴンクエストビルダーズアレフガルドを復活せよ、いつもありがとうございます。本日はここで終わりにしたいと思います。それではお疲れ様でした。またね。いや参ったなこれ、時間が、尺がやばいわこれ。ほんと1時間になっちゃう。1時間動画ってスペシャル番組じゃないんだからさ、本当にスペシャル番組見てんの一緒かね。いやー、おお、すごいすごいすごい、なんかすごいいっぱいある。おお、鉄だ、いて